ドクター選びで一番大事なのは、本日は脂肪吸引の施術を検討している方にメッセージです。脂肪吸引の手術を検討している方はものすごく情報を集めていると思うんですけども、脂肪吸引とネットで検索してみるとたくさんの症例写真とかいろんなクリニックとかいろんな先生が出てきますよね。正直どの先生に任せたらいいか分かりませんという方も多いのではないでしょうか。せっかくお金を払うんだったら絶対に満足のいく仕上がりにしたいと思いますし、後悔はしたくないと思います。今回は脂肪吸引の手術で失敗しないための医師の選び方、症例写真には騙されないでっていうテーマで、美容外科医から見た視点でお伝えしたいと思います。まず一つ目ですけども、一枚のいい写真を信用しないっていうことです。これは脂肪吸引の手術のビフォーアフターの症例写真に限ったことではないんですけども、1枚だけよく仕上がったり出来の良い症例写真を掲載してそれを使い回しているドクターとかがいますが、その1枚の良い症例写真だけを見てそのドクターが上手いか判断してはいけないってことです。たくさん手術をこなしているドクターであれば症例数は多いと思いますので、症例数の多さとか症例写真が豊富に掲載されているとかとか、ここもしっかりとチェックする必要があります。2つ目ですけども、詐欺症例写真を見抜いてください。ここはとても大切なのでよーく聞いておいてくださいね。症例写真を見る上で大切なポイントとしては、同じ条件で撮影掲載されているかがとても重要です。二の腕脂肪吸引の場合で説明します。こちらの写真を見ていただきたいんですけども、二の腕脂肪吸引したビフォーアフターの症例写真になります。すごく細くなってかなり変化しているのが一目瞭然でわかりますよね。実はこの写真、よくあるインスタ映えを狙ったビフォーアフターの症例写真になるんです。肘の向きと角度がおかしいことに気づくことができますでしょうか。二の腕脂肪吸引でこんなに細くなることはありえませんので、極端に細い写真を見かけたらそれが本当に細くなっているのか冷静に判断をお願いいたします。条件を揃えた本当の細さはこちらになります。これでもかなり細くなっているんです。実際に二の腕のお肉を掴んでいる動画を見ていただければ納得すると思うんですけども、つまめていた脂肪が全然なくなって皮だけになっているのがわかるかと思います。今の時代は画像編集アプリなどがありますが、動画はなかなかごまかすことができないと思いますので、一つの参考にしてみると良いと思います。二の腕の脂肪吸引をしていない人でも、ここの脇をこういうふうに締めれば二の腕を太く見せることができますし、肘を浮かせば二の腕を細く見せることができると思います。鏡の前で試していただければすぐにわかると思いますので、ぜひ試してみてください。もしもすごく細くなっている二の腕脂肪吸引のビフォーアフターの症例写真があったら、他の角度からも撮影されたものがないか確認してみると良いと思います。この方は二の腕の太さが29センチから26センチにマイナス3センチ細くなりました。両方の腕が一緒に掲載されている症例写真は信憑性が高いと思います。こちらの写真は後ろ姿の写真になります。手を下ろした時の写真で二の腕も背中もしっかりと写っているものが、そのドクターの脂肪吸引の技術を測るのに一番ふさわしいものと私は思っております。二の腕の脂肪吸引ではもちろん二の腕が細くなることはとても良いことですけども、上半身のバランスを意識してしっかりと二の腕が細くなるように仕上げることができているのかもとても大切です。こちらの写真を見ていただきたいんですけども、斜め後ろから見たビフォーアフターの写真になります。自然体で撮影されていて、どの角度から見ても二の腕が細く綺麗に仕上げることができているかが脂肪吸引の上手なドクターの見極め方だと思います。写真でごまかそうとするドクターもいます。そういったドクターはカウンセリングがいい加減だったり、聞いてる質問に対してしっかりと答えてくれなかったり、自分が希望していない箇所の脂肪吸引を無理やり提案してきたり、アフターケアが雑だったりします。写真でごまかそうとするドクター、詐欺症例写真で施術を検討している人の目を欺くようなドクターは、診療スタイルもそれに似たものがありますので注意した方が良いと思います。症例写真で一番大切なのはその情報が正確かどうかです。それは医師の信頼度に関わってくると私は思っております。すごく細くなっていれば宣伝効果にはなると思いますが、私は自分と似ている人、自分と近いしている人がこうなりましたっていうのを実感していただけるために、あえていろんな症例写真を掲載しております。あまり変化してないように見えますねってお客様から言われたりすることもありますが、私は正確な事実を伝えるように心がけております。
実は脂肪吸引して変化がすごい出る人もいれば変化が出にくい人もいると思います。自分自身が変化が出るタイプかどうか知りたい方は骨格診断をもとに二の腕脂肪吸引っていう動画でかなり詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。最後3つ目になりますが、症例写真は参考にしないでください。症例写真で綺麗に仕上がっているかどうかは判断材料としてはとても大切ですけども、たくさんの症例写真を見ているとどのドクターに任せたらいいか分からなくなってくるっていう意見を多くいただいております。そういった時は症例写真は参考にしないっていうのも一つあります。そのドクターの実績、何件くらい脂肪吸引しているのかとか、所属グループ内での成績は一つの判断材料になるかと思います。本当に技術があるドクターはスタッフや同業者からの指名がとても多いです。普段一緒に働いているスタッフや同業者からの指名は信頼の証です。自分のクリニックの先生にはどうしても任せることができないという理由で他のドクターに任せる美容医療従事者はとても多いのは事実です。私は写真だとなかなかうまくお伝えすることができない内容を動画でなるべく詳しく分かりやすく説明するように心がけております。ダウンタイムは最短ですと言いながら脂肪吸引した1週間前までの写真が1枚もないドクターは怪しいですよね。実際にそういったドクターがいるのも事実です。私のチャンネルでは脂肪吸引した直後の様子、3日目や1週間目のリアルな経過もお伝えしておりますので、一つの判断材料にしていただければと思います。症例写真の話をたくさんしましたが、最後はドクターとの相性かと思います。いくら自分の理想的な症例写真がたくさんあったとしても、ドクターとの相性が合わなかったらやめた方がいいと思います。メッセージで問い合わせてみて返ってくる返事の内容だったり丁寧さであったりで判断してもらえばと思います。カウンセリングに複数行ってじっくりと考えるのも全然ありだと思います。施術に満足しなかった時に相談するのは嫉妬したドクターになるわけです。このドクターなら自分の体を任せても大丈夫と思えるようなドクターに施術をしてもらうのが一番かと思います。そういう人間関係を作れるドクターは素晴らしいと思いますし、私は日々脂肪吸引を考えてくださるお客様と少しでも良い関係を築ければと思い、コミュニケーションをしっかりと取ることを重要視しております。脂肪吸引でお悩みの方はぜひ一度カウンセリングに来ていただければと思います。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援お願いいたします。そして何か疑問や質問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。